アイスリボン。アイスリボンは日本の女子プロレス団体。運営はネオプラスアイスリボン事業部。キャッチフレーズはプロレスでハッピー。2006年3月20日、我が党クーニャン所属選手の桜エミがミクシー発のプロレスプロジェクトとして立ち上げた。桜がこのプロジェクトを始めた後に、そこで結成されたユニットアイスリボン軍が 女子プロレス団体として独立したのが、アイスリボンである。そのため、全日本女子プロレスやジャパン女子プロレスの系譜には、属しておらず、独自の路線で人気を獲得してきた。なおネオプラスの事業部移管と同時に、同社代表の佐藤はじめが事業部長、アイスリボン代表に就任。2012年1月、桜が対談すると、マッチメイクなどの業務は、 元ネオ女子プロレス代表取締役でアイスリボン旗揚げにも尽力した高田哲也を経て佐藤代表へと引き継がれた。現在は主に取締役選手代表の藤本司がマッチメイクを行っている。選手育成に関しては桜、藤本、志田光などその時点でのリーダー格の選手が指導してきたほか外部から男子レスラーや格闘家などもコーチとして招いている。 かつては、日高薫人や高橋七恵、現、高橋七久氏がコーチを引き受けていた時期もあった。初期には、通常のプロレスのリングを使用せず、低反発マットの上で試合を行っていた。手軽に行える反面、ロープやコーナーポストの存在を前提とする攻撃方法が、使用できないため、特に上位の選手には柔軟かつ大胆な発想、いわゆる、プロレス等が求められる。 当初は、ウレタンマットを用いていたが、後に薄いユニエバーの青いマットに切り替えられた。また、コーナーポストの代用品として、赤と青のテープがそれぞれ貼られた脚立が使われる。そのメリットとして、次のことが挙げられる。後に通常より一回り小さいリングが常設された、同条件会場を作ったため、マットでの試合はリングが設営できそうもない場所での出張工業。 お出かけ、プロレスで使用する程度となる。なお、桜が対談後に、タイで旗揚げした、和田東雲舞が、日本での一部工業を除き同様の形態で、行っている。道場圏会場完成後は原則として、各週、桜時代は毎週水曜と毎週土曜に、アイスリボン道場で開催されるほか、1、2ヶ月に1回程度の頻度で、後楽園ホールや館内ラジアントホール、 両国、KFC ホール、新木バファーストリング、新宿フェイスなど外部の会場にてビッグマッチを開いている。後楽園大会は年3回程度であったが、2015年は旗揚げ10周年を記念して6回開催し、同年に限れば女子団体では、スターダム12回、プロレスリングウェーブ7回に次ぐ数字である。以降は年数回の開催が定着している。 また年に数回お出かけプロレスも開催する。そのため年間100大会以上にも上る。これは巡業形態を取らない団体では最も多い。2010年まで北沢タウンホール及び板橋グリーンホールでの工業はネオとの昼夜工業として開催されていた。首都圏以外では大阪、名古屋、札幌、仙台、長野、広島、博多。 岐阜などでも、開催実績がある。地方工業の中には、アイスリボン単独での開催のほか、親会社ネオプラスが参画する大日本プロレスや大阪プロレスなどの地元インディ団体との昼、工業となる場合もある。不定期でた団体との合同工業や試合提供を行うこともある。自主工業は、通常写真と動画の撮影は一切禁止となっている。 道場マッチや板橋では紙テープの投げ入れも禁止。これについては肖像権の問題もあるがカメラを持ってると拍手ができないためと桜がコメントしている。ただしシャッターリボンと呼ばれる写真撮影が認められる大会、動画は禁止も月1回行われている。桜対談後の申請アイズリボンでも継続され、和田東雲舞でも同様の措置が取られている。 工業の模様は原則として、同場マッチ2大会、ビッグマッチ1大会ごとに DVD 化されて、それをネオプラスが販売している。所属選手は、旗揚げから4団体所属の紫雷美を2015年引退を除き、基本的に元はガトークーニャン、他団体経由含むあるいは所属として、デビュー、再デビュー含むした選手のみで構成されている。 2016年1月に、我が東空にゃん出身最後の一人になった、木月葵の対談により、所属選手は全員生え抜き、そして半数以上が、新生アイスでのデビュー組となる。2017年に入り、女子格闘技会から、チームデートの4名が入団した。団体が開校している、プロレスサークル、桜時代は、プロレス教室などでトレーニングを重ねた後に、 練習生となるが、他団体のようなプロテストは課されることなく団体が、トレーニングの成果を、キシビションなどで見極めた上で、デビューに至る。このエキシビションを公開プロテストと見る向きもあるが、藤本司や成宮茉貴のように、エキシビションなしでデビューした選手も存在する。旗揚げ当初は、我が党クーニャンの流れから、小学生や中学生がデビューもしくは我が党クーニャンから、 移籍してきたが、2009年の段階で、小学生レスラーは、アイスリボン生え抜きの、リホ、ゲン、サトフのみとなり、以降は、他団体と同様、15歳以上の選手がデビューするようになる。2010年1月より、久しぶりの小学生レスラーの卵であるつくし、4月に、中学進学と、くるみ、202年4月に、中学進学が、練習生として加わった。 新生アイスでは、小学生のデビューこそ皆無だが、中学生としては2013年に、ユミリというかがデビューしている。両者とも2014年中学卒業。2017年に入団したカレンデートは、13歳で、プロレスデビューを果たした。年齢や体格を問わずに入門者を広く受け入れており、兼業も認めている。また映画とのコラボレーション企画などを通じて、 タレントをスカウトすることもある。そのため、学生、グラビアアイドル、女優や、総合格闘家として活動する選手や主婦、OL 兼業の選手もおり、バラエティ豊かな構成となっている。また、多くの団体が若手育成に苦戦する中、独自の選手育成システムを構築することで、選手の定着率を上げている。ただし所属のまま長期休業しているレスラーもいる。 桜時代にデビューした選手のリングネームはタレント出身者を除きほとんどは桜が独断で命名しており特に下馬、和美以降は地名を使った命名が目立つようになっているちなみに地名のつかない選手は正当派であるとされる2011年3月18日の19時女子プロレスにてコメント新生アイスでも地名由来の選手としてセラリサ、長崎マルコがいる 桜時代は対談してフリー、あるいは、他団体に移籍した選手を出戻りとして、マットに上げることはしなかった。ただ、松本とは2011年の対談時こそ、桜より、アイスリボンのリングに二度とアゲイと通達されていたが、半年後に出戻り参戦を果たして、年明けの桜対談後は、レギュラー復帰した。2013年には誠も2年ぶりに参戦し、現在は不定期参戦。 ナルミやマキや、キガツ・アオイも引退直前には、数度参戦。道場での試合終了後は必ず座談会が行われ、各選手のマイクパフォーマンスが聞ける。その内容と、試合後に観客に配布されるアンケートに記載される、意見が次回大会のカード編成につながっていい。ストーリー性やテーマに富んだカードが多い反面、他団体に比べ、各大会のカード発表が著しく、 遅いという傾向も見られる。団体内に典型的なヒールレスラーはおらず、かつて腹黒キャラのトグーチーがいた、程度、年齢とキャリアが比例しないため世代間構想もあまり見られない。2010年9月23日の高楽園大会で、同じ2006年に旗揚げされた仙台ガールズとの団体対抗戦で全敗したのがきっかけで、 仙台ガールズとの団体間構想に発展したが、2011年12月25日の後楽園大会で、桜エミアンドつくしくみがインターナショナルリボンタック王座をかけて、里村明子仙台幸子組に勝利したことで、一応の終結となった2008年から始まった、仙位ガールズとの関係は構想終結後も継続中。一方、 2012年9月23日の後楽園ホール大会でプロレスリングウェーブとも団体対抗戦を行ったがこちらはウェーブに一部選手がレギュラー参戦する程度本格的な構想には至っていないトーナメント戦の開催は桜時代にあったもののリーグ戦は一切行わなかった JWP やスターダムのリーグ公式戦を工業内で組んだことはあったしかし 新生アイスでは2013年に、ナルミ宮マキが負傷のため返上したアイス60、王座をかけ、団体初のリーグ戦を開催した。特色の一つとして、フリーやインディー団体、主に DDT 系列や、K、ドジョ、フリーダムズ、第日本プロレス、ゼロイッチなどの男子レスラーの参戦型団体より多い、こと、桜がデビューした団体が女混合だったことも、 影響しているが挙げられ、以前はアイスリボン男子部と呼ばれていた男子の試合をメインとした興行も一度だけあった。一時男子部はプロフェッショナルレスリングアラビーとして独立していた。しかし、新生アイスでは男子選手の参戦は減少しており、現在は高楽園ホール大会をはじめとするビッグマッチや特な大会、提供試合のみにほぼ限定されている。前者の場合、 そのほとんどは、松本とに対する処意、嫌がらせである。選手層が、まだ薄かった初期には、ネオや JWP などの他団体、フリーの女子選手も、頻繁に参戦していたが、ネオ解散や、所属選手の増加などもあり、減少傾向にある。土曜日の同乗マッチでは、準決メンバーのみで開かれること、いわゆる、準決リボンが多い。年現在、他団体では、 ウェーブ、シードリング、マーベラスの選手が主に参戦する。外国人選手は、他団体が招いた選手が、適に参戦していたが、2011年に、イギリスのプロレスリングイブとの対抗戦を機にエープリル、デイビッツが、留学生として来日して、初の直接招兵となり、以降も、イギリスから留学生を、適に招き入れていた。肌上げから数年は、 海外遠征に対しては消極的であったが2011年に誠と,と藤本司がアメリカのインディー団体チカラに遠征を決行した。10月には19時女子プロレスがきっかけとなり、桜エミ以下4人がイギリスの女子団体プロレスリングイブに招待される。イブ VS アイスの対抗戦として桜はイブ王座に挑戦したほか、 当時のアイス60王者南秘境も防衛戦を観光した。これらに加えて S オベーションを通じアメリカの巣は WNC レーナを通じメキシコの CMLL にそれぞれ遠征することもある。タイトルマッチでフルタイムによる引き分けは王座剥奪となる。上記の他にタイトルマッチ形式ではない以下の企画色の濃い王座も認定している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。